男はいいよでございます昨日、男はつらいよ、少年虎次郎の最終回があったわけですけども、私がずっとねと、男はつらいよの本編で感じたのは、虎さんっていうのは、16歳の時に、タバコを吸ってたらね、それが親父に見つかって、パカーンと頭が殴られて、そのまんまその勢いで、家を飛び出して、20年、30年帰ってこなかったっていうふうにね、本編で本人が語られていましたけども、今回ね、それを期待していたんですけども、実はそうではなかったと。 少年トラジローは13歳の時に親父をぶん殴ってね逆に親父をぶん殴ってめっためたにしてそれで家を出ていったっていうストーリーだったですねどちらにしてもねちょっとねほろ苦く切ないストーリーだったんですけども昨日『少年トラジローのラストシーンではねあの例のトラさんのバッグカバンとねトランクとそれからトラさんのいつもの格好でですね短歌祝いをしているたくましいトラジロー少年が。 ラストシーンで映ってて、私もね、なんかこう、ほろりと涙するところがあったかな、というところではないかなと思います。でもね、あの、少年役のトラちゃんね、上手でしたね。あの、顔も似てたしね、表情の作り方も上手だったし、短歌映えもスラスラと出てましたね。いやー、続編やってほしいな、皆さん。あの、朝の単ドラマ。あれでやってくんないですかね毎日15分。あれ、ね、あのまんま。 『少年トラジロー』のねスピンオフシリーズをどん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 やってほしいなと思うのが私の気持ちですけども皆さんいかがお感じだったでしょうかそしてですね少年トラジローを期待された方とかそれからね自分なりの寅さんってものを持ってた方がいると思うんですよ、うん、で自分は少年時代こんな寅さんだったんじゃないかなあんな寅さんだったんじゃないかなって少年時代はこういうふうにさくらちゃんと付き合ったんじゃないかなとかね、えー、おいちゃんおばちゃんってのはこうなんだなって。 いろんな思いがあると思いますからねまた聞かせていただければ幸いでございますちなみにですねキャストの選定すごく上手でしたねさくらちゃんもあのさくらちゃんがなったらあの倍賞ね千恵子さんになりそうですしねおいちゃんおばちゃんもなんとなく雰囲気出てたしあと御前様なんですよ御前様がもうねあのつるっぱけの御前様の若い頃のイメージそっくりと言いますかね表 やり方とか喋り方のおっとり感とかねよく出てたと思いますまあ私がねすごく期待してたのが困った困ったっていうねご前様の口癖がいつ出てくるのかなと思ったんですけども出てこなかったですね残念あそれはね少年トラジローの続演に期待したいと思いますそれでは今度はね少年トラジローは土砂回りをするところね単価倍で日本全国を回るところが出てくるんじゃないかなと思いますよねそうなんですよ大人になってたからのトラさんっていうのは日本全国いろんなところに あの敵家のね縁がありました裏家業の縁がありましたよね土星人として生きてましたよねそれがやっぱりね10代の頃に培われたものだっていうそのストーリーにね切り込んでほしいなと思いますえー、朝の連続テレビドラマ NHK 少年虎次郎2期待してますんで、えー、山田洋次監督よろしくお願いしますお願いします失礼します